メインストーリー第2部、科学の国編。エレキの国出身の絵描きレイヤーはスランプを解消するため旅に出、科学の国へと向かう船に揺られていた。いや、揺らされていた。船を襲うモンスターたちによって、出身国ゆえにモンスターという存在に不慣れなレイヤーは彼らの姿に恐れおののき、ただただ震えることしかできない。そんな彼女に助けの手を差し伸べたのは、同じ船に乗り合わせたエルピスたちだった。怯えるレイヤーを気にかけつつ、彼女たちは襲ってくるモンスターに立ち向かう。同じく船に乗り合わせていた水星モンスターの専門家キノロンのアドバイスもあり、なんとか対抗することができていた一同だが、慣れない水上での戦闘、そして肝心の主人公が船酔いでグロッキーになってしまい苦戦を強いられる。そんな彼らの前にビジランテを名乗る青年デリブルと、そのサイドキックでありキノロンがヒーローちゃんと呼ぶ少女ヒマが助太刀に現れる。彼らの卓越した戦闘能力と知識によって、なんとかモンスターの襲撃を乗り越えた一同は科学の国へと入国。だが今度は到着した町にもモンスターが出現する。主人公たちは船での縁で行動を共にすることになったレイヤー、そしてレリブルたちと協力しながら問題を解決へと導いていくが、解決したと思った矢先、無情にもモンスターは大量に町へと押し寄せ、さらなるピンチへと陥ってしまう。これまでかと多くの人が膝をついた時、デリブルが、ヒマが、そしてなんとレイヤーが立ち上がった。過去のトラウマを克服したレリブルは、その姿を燃える異形へと変え、モンスターをなぎ払っていく。そんなレリブルに勇気をもらったヒマは、キノロンと共に町を駆け巡り、混乱する人々に希望を示す。そしてレイヤーもエルピスたちに助けてもらった恩を返すため、泣きわめきながら彼女たちと共に戦いの場に赴く。彼らの活躍により科学の国は無事に守り抜かれた。さらにキノロンをはじめとする科学者呪術師の主人公の尽力により、モンスターとの関係にも新しい可能性が見え始める。そして可能性を見出したのは国だけではなかった。レイヤーもまたエルピスたちと共にいることで創作意欲を刺激され、スランプからの脱却を感じていたのだ。こうして新しい旅仲間を加えることになった主人公一同は、ウルラレを求めて次なる目的地植物の国へと向かって旅を続けるのだった。